さあこんにちは、渡抜です。前回の動画でね、橋を使って香港からマカオに移動したんですけれども、橋ができる前はね、みんな船で移動してたわけですね。ですので、まあその船のルートも健在なので、船で移動するとどんな感じなのかっていうのを、今回やってみました。なのでまたね、このマカオから出て、で香港ね、結構、こっちの前回の橋はここのね、香港の空港の近くから伸びてるんですけども、船は香港の本当に市街地の方、今回クーロンのところまで乗っていきましたんでね、そういう動画になりますのでよろしくお願いします。さあこんにちは、そこにねマカオグランプリとかサーキットみたいなのがあるんですけど、今ここがね、マカオのアウターハーバーフェリーターミナルってところにいるん でここからね船に乗って香港にね海で渡れるはずなん で最近にバスで香港からマカオに渡れるようになったんですけど、まだね従来の海で船で香港に行くっていうルートも健在ですので、それがどんな感じかね乗ってみようと思います。綺麗ですね。そう、香港行きのねチケット売り場かと思ったら、これヘリコプターの売り場なんですね。なんか4000ドルぐらいするみたいで、めちゃくちゃ高いです。船の方のチケット売り場はこっちです。まあ行き先が香港っていうのとクーロンっていうの、香港行きっていうのは結構あるんですけど、クーロン行きは少ないですね。まあ、自分がまたね明日か西クーロンから高速鉄道に乗るんで、クーロン行きが都合がいいです。多分ね香港行きってやつだと、この上関っていうところ、多分ここに行くのが、香港行きの船と。でね、クーロン行きに乗れば、どの辺に着くのかな。よくわかんない。この橋を渡ったら多分こっちに着けるんじゃないかなっていう感じです。まあよくわかんないですね。多分ここに行けるんだ。これ便利だな。チケット買いましたんで、日中だと160ドルなので、夜だと200ドルしましたね。多分この辺が出国のところですかね。35分、13番、右。とりあえず並んでる人たちを横にカウンターのところに行ったら、座席を、ね、指定されたシールを貼られました。この、マカオの、ね、カジノですかね、あれは綺麗なところ で船に乗り込む。22A っていう席なんですけど、どんな感じなんだろう。これもあれか、外出れるとかじゃなくて、普通に指定席の席に座る感じかな。22A、 あ、4列目ぐらいか。これすごい、結構いい座席ですね。意外と1時間ぐらい乗ったんですけど、なかなか着かないもんですね。あと10分15分ぐらいで着くのかな。前海選择判定之前、脑海座位中移民发生意外。それで着いたので降りていきます。二等席か一等席か迷ったけど、全然二等でもね快適でしたね。これねマカオに滞在が1時間いたかどうかぐらいです。まあ、こんな感じでね香港の空路の港に着きましたんで、大体乗車率は7割ぐらいです。でまた入国か。一応じゃあ船を乗り場を出たところで、またね国境入国審査でまだ15分ぐらい待って、ここはねやっぱ西クーロン駅の近くみたいなところに出た感じですね。とりあえずこれでね、あの船でマカオから香港に移動するっていうのは以上になるんで、また明日はね香港から中国にね今度は鉄道で入国して徒歩で戻ってくるっていうのをやりますんで、その動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございます。